ラビリン大好き。ラビリンもキュアグレース大好きラビ。おっと、あんなところに超かわいいキュアグレースちゃん。声かけてきちゃおうっと、キュアグレースちゃん。あ、イケメン男だ。どうしたラビ？キュアグレースちゃん、ほら、ちょっとお茶しに行こうよ。ねえねえ、あれちょっと遊ぼう、遊ぼう。ごめん、イケメン男。今、ラビリンと遊んでるんだ。だから、一緒に遊ぶのはまた今度ね。また今度っていつ？何時何分何十秒に遊んでくれるのさ。それは、また改めてこちらからご連絡するね。それ連絡してくれない女の子の典型的なお断りの返事じゃん。きっとラビリンとかいうあのウサギちゃんがいるからキュアグレースは俺っちと遊んでくれないんだな。よーし、イケメン男のイケメン魔法でこうしてやる。それの中に閉じ込められちゃったよ。ふふふ、イケメンの魔法でラビリンとかいうウサちゃんを絵の中に閉じ込めてやったよ。ラビリンを元に戻すにはこの特殊なペンを使って色を塗らないといけないのさ。さ、キュアグレイス、ウサギチュアンは絵の中に閉じ込めたから俺たちと一緒に遊ぼう。ね、ね、遊ぼう。ね、ね。許せない。あなたなんか大嫌いよ。俺っちのことが大嫌い？そうよ。自分勝手にこんなことする人なんて大嫌い。あなたなんかあっち行ってちょうだい。振られてしまった。大嫌いと言われてしまった。しくしく。お家に帰ろうと。大変。ラビリンが絵の中に閉じ込められてしまった。あれ？こんなところにペンが置いてある。もしかしてこのペンで色を塗れば、ラビリンが絵の中から助け出されるのかな。よし、色塗りしてみよう。私と一緒にラビリンを助け出すために塗り絵に協力してくれるよっていう人はグッドボタンを押してね。ではみんなグッドありがとう。よし、私と一緒に塗り絵していこうね。ラビリンの色を塗り塗りしていこう。このペンで塗ればできるのかな。あれ、ペンの先に色がついてない。どういうことだろう。とにかく塗ってみようっと。透明なペンだけど、あ、ピンク色が浮き出てきた。透明なのに色が浮き出てくる、不思議なペンだね。綺麗に塗って、ラビリンの塗り絵、出来上がり。よし、これで元に戻るかな。ラビー、よかった。ラビリー。
れてありがとう、ラビ。動画を見てるみんなもグッドボタンを押して助け出してくれて本当にありがとう、ラビ。みんなは変な人に閉じ込められないように十分注意するラビよ。それじゃあ今日はこの辺で。じゃあね、バイバーイ。動画を最後まで見てくれてありがとう。メリーからのお願い、メリー。アソブームの画面でこのチャンネル登録と書かれているボタンをポチッと押してほしい、メリー。そう、YouTube のボタンをポチッと押すメリーよ。そうするとアソブームの楽しい動画が毎日2本も見れちゃうんだよね。シールや塗り絵、いろんな動画がたくさん。おしゃれでイケてる動画が見つかっちゃうかも。楽しい動画たくさん用意してるので、チャンネル登録してアソブームの動画いっぱい見るメリよ。そうそう、動画のここにあるアイマークをタッチするとアソブームの他の動画が出てくるメリ。タッチしていろんな動画を見てみるメリよ。これからもアソブームよろしくメリ。